皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、友人の結婚式に、招待されて行ってきますので、お呼ばれメイクっていうのかなをしていきたいと思います。すごく大切な大切な日なんですけども、あとね50分ぐらいで出なきゃいけません。はい、1時間切っております。パーメのね、パックをお風呂上がりにつけて髪の毛乾かしてっていう感じなので、スキンケアからね早速やっていきたいと思います。今日はねツヤっぽいお肌に見せていきたいなと思うので、こちら使っていきます。ゲランの化粧水と、あとオイルですね。あ、ちなみにお湯が出るようになりました。よかった、本当に。もう何ヶ月待ちになるかなとか思ったんですけども、なんかどっかの部品の交換だけで済んだので、その日にすぐ直していただくことができて、いや、お湯のありがたみをね本当に感じてます。さあ、そしてこのねゲラのオイルがね味噌ですね。今日のこのキャビアみたいなゴールドのつぶつぶ、一日中保湿感のあるねお肌にしてくれるので、気持ちいい。いやー、なんか結婚式にご招待いただくっていうのもすごい久しぶりだし、そういう、パーティーみたいなのってさ、やっぱコロナでなかなか皆さんねできてない状況が続いてたかと思うんですけども、なんかお祝いをできるっていうのがすごく嬉しいよね。当たり前にしていたことがなんかすごく改めて嬉しいなってね思ったりするんだけど。でクリームは、ポーラの BA クリームね。教会とかってよりもなんかね、和室でのお披露目会みたいな感じらしくって、エアコンの効いてるお部屋で涼しく過ごせるかなと思いつつも、やっぱエアコンでね結構ガンガン冷えてる部屋かなと思ったりするから、保湿はしっかりと念入りに。あんまり時間ないんだけれども、少しスキンケアが浸透してくれるのを待ちます。でカネボーのベイロブデイですね。日焼け止め美容液をこんぐらい取って顔全体に重ねていきます。今日なんかマッサージとかそういうのもする暇があんまりないけど、ちょっとここら辺クリクリクリってしときましょう。でファンデーションはこちらスックのグロークリームコンパクトの10番のカラーですね、使っていきます。これは秋に発売のやつなので、まだ発売前のものなんですけども、こんな感じのねクッションファンデーションみたいな見た目なんだけど、中にねこのキュッと押し込まれたクリームファンデが入ってんだけど、もうバターみたいにスルーってこう軽い力で溶けてくれて、結構最初ピタってこんな感じでつくんだけど、どん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 肌にこう溶け込むように馴染んでくれて、なんかまるで素肌かのようにお肌をねすごい綺麗に見せてくれるんですよね。ただ本当に素肌感がすごいしっかりとありすぎるかもしれないから、ちょっともしかしたら重ねるかも。塗ったのに塗ってない感あって、めっちゃ綺麗じゃない。もう少しお肌作っていった方がいいかな。これでいこう。スックのツヤ合わせでいきましょう。ザ・リクイドファンデーションの110番ですね。これをちょこっと、もうちょっとお肌を仕上がった感じに見せたいところにだけ重ね付け。これもほんと少量でもすごい伸びがいいし、ツヤも綺麗に出てくれて、お肌も綺麗に見えるので、こんな感じでね、ほら、ちょっと重ねただけでお肌の仕上がり感が増すでしょ。で、バフで余分な油分をちょっとこう吸い取っていきながら、肌に密着させていきます。いつも通りのねディオールのコンシーラーと、あとはナーズのこのマーブルのプレストパウダー限定だったやつ、これ本当にすごい好きだったので、眉毛も描き終わりました。アイメイクはこちら使っていきます。ストーンのフラワーダストアイシャドウの05番のカラーですね。なんか可愛いグリーンカラーなんだけども、今日スカートがね水色のスカートなので、ちょっとこういう寒色系を仕込ませておきたくて、このところにちょっとこうトン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 って塗って、寒色系のきらめきを足していこうと思います。で反対側にも同じようにトントコトントコしていって、同じくトーンのね03番のねお色のこっち側、こんな感じのなんかレンガっぽいというか、ちょっとオレンジミブラウンみたいなね感じの色、際のところに少し入れて
いつもの単調なメイクから少しこういうねお呼ばれのタイミングって挑戦ができるので楽しいよね。はい、こんな感じで塗ったんだけど、ちょっとこの境とかがパキッとしすぎてる感があるので、宇宙って言うんだっけ、ちょっと読み方忘れちゃった、グラマーアイシャドウグローイングヌードのこのカラーでこの境をぼかしていきます。今入れた色とも合いそうなので、はい、こんな感じで少しこの境をぼかすだけで馴染むよね。でもほんのり奥にグリーンを感じさせてくれるから、ほいほいほい、いいですね。でさっきのグリーンの方に入ってた逆側がもうちょっと明るめのこういうね緑っぽさも入ったシルバーみたいなのなので、ちょっとニュアンスでトップのところにだけ乗っかった、あんま目立たないか、あでも少し違うきらめきを足してみます。うん、なんかカラーメイクなのにすごい上品な感じに仕上がりましたね。下まぶたにさっきのこれ入れたり、目頭とか、あと下まぶたに少し重ねます。でキャンメイクのクリーミータッチライナー、これの焦げ茶色で、まつげの際を決めてきます。で最近はねマスカラベースつけてなかったんですけど、今日はねもしかしたら泣いちゃうかもしれないので、トワニーのララブーケマスカラベースをつけてしっかりと上げておこうと思います。でマスカラはミュードのボリュームカールマスカラですねのブラック、これは落ちにくい方なので私にとってはこれを重ねてまつげもこんな感じでね、うん、仕上げていきます。で下まぶたが結構どうしようか悩むところ、下まぶたも普段ちょっとマスカラベース塗らないけども塗っとこう。チークはちょっと迷わずにささっと塗れちゃう、こちらね、コスメデコルテ AQ のブラッシュ06番、もういつも使ってるやつなんですけど、これで軽く。でハイライトはボビーブラウンのハイライティングパウダー35番のクォーツグローですね。頬のところちょっと磨くように入れて、で鼻根のところ、鼻先、目頭入れてちょっと輝き足します。でリップはね、ジル・スチュアートのブルームドロップリップ&チークのシフォの05番、これとりあえず塗っておいて、あとはリップモンスターの大好きなピンクバナナをも持ち歩いていこうかなと思います。これも本当にね落ちにくくてジュワッとしてて超かわいいの完成。こんな感じで、ちょっと髪の毛やっていきます。いつもセンターなんだけどね、ちょっと横にし流してみた。で毛先を少し丸く、あとは前髪を後ろに少し流す感じで、あとはニゼルジェリー M でちょっと束感濡れ感出して完成です。やっぱショートだとアレンジもそんなに必要なくね、楽ちんだけど、でもまあ単調には見えがちだから、少し巻くだけでもねいつもとちょっと変わるのいいですよね。こんな感じ、前髪作ってみた。はい、ということで完成。お洋服はこんな感じです。はい、スカートはねメゾンスペシャルのこのふわっと広がったね、ここら辺が絞りっぽくなっているスカート でトップスはザラのだいぶ前に買ったやつなんだけど、これとの合わせが、あとドレープがすごい綺麗かなと思って合わせました。でマーヤの、パールのピアス合わせて、でバッグはメルボルンに、ね、旅行に行った時にアートミュージアムで買ったね、すごくこのペイントが可愛い一点物のバッグです。ちょうど青が入ってて合うかなと思って、そう和室ですごくね綺麗なお部屋なんですよ。なのでちょっとこう和の要素を入れたかったから、ここら辺の絞るとかもお着物はさすがにね暑いかなと思って着れないけども、
でもちょっと着物っぽい要素、和っぽい要素っていうのもすごい入れたくて、うん、いい感じじゃないかな。ということで行ってきたいと思います。楽しみ。